はい、それではホワイトボード確認をしてくださいでは第2節の取引情報物流情報システムに入っていきたいと思いますこちらはテキスト見ていただきますと1番のターンアラウンド型取引そして2番の統一選票3番商品コード4番商品マスター ここは試採実績もそれほど多くないですし、かなり後半の部分と内容が重なる部分もありますので、それほど重要度高くないですから、ここは余力があればさっと読んでおいていただく程度で結構です。この説で非常に重要なのはこの5番、次の5番のバーコードのところです。非常に内容的には細かな内容なんですけれども、試験対策としては重要ですので、ここはしっかりと覚えておきたいと思います。 一番 GTIN と書いて GTIN と読みます GTIN これは何かというと国際標準の商品識別コードのことですね商品識別コードの総称のことこれが GTIN ですそして日本においては GTIN の代表的な例これが皆さんも聞いたことあると思いますジャンコードというものですジャンコード 括弧2番 GT の種類、丸1番ジャンコードのところをご覧ください。ジャンコードというのは世界共通の商品識別番号の日本国内での呼び方です。はい、GT イコールジャンコードではありますけれども、ジャンコード以外にも GT 商品識別コードというのは後で出てきますけど、他にもありますので、ジャンコードだけが GT というわけではありませんので、その辺はご注意ください。 そしてジャンコードですけどもこちらジャンコードの体型のの体図表をを見ながら上の文章を読んでいいっていただければと思いま,すまずこのジャンコードなんですけどもジャンコードの体型見ていただくとこのようなバーコード今皆さんお手元にペンとか飲み物とかお菓子とかあればですね見ていただくと必ずこのジャンコードがついていると思います。 例えば私の手元にもマーカーがありますけれどもこちらにも見えないと思いますがここにバーコードがあってジャンコードが書かれています基本的に我々が手にする商品というのはこのジャンコードというのが刻まれていますそれによってこの番号によって何の商品なのかというのを識別することができるつまりこのジャンコードをスキャナーでポスシステムのスキャナーで読み取ることによって 何の商品かっていうのを POS データに登録していっていっる売上データとして蓄積していっているということになりますはいそして JAN コードですけどもこちらは標準タイプ13桁と短縮タイプ8桁があります,基本は13桁ですただし8桁のものもあるこちらも桁数まで覚えてください13桁と。 8桁あります基本は13桁ですそしてこの13桁は何を意味しているのかここまで試験出ますのでここからここまでしっかり覚えましょう13桁の中身です大体いい皆さんお手元のジャンコードお手元にあるジャンコードを見ていただくと45か49大部分が49で始まっているんではないかと思います。 このジャンコード13桁の場合先頭の9桁もしくは7桁2つバージョンがありますテキストにも出てますね9桁もしくは7桁は GS1 事業者コードと言います GS1 事業者コードこれは何を意味しているのかというとメメーーーーカカと思ってください製製造業です製造業業でーーですす者例えばこの9から7桁で何を意味しているか カオーとかライオンとか P&G とか味の素とかハウス食品とかいろいろありますね企業その企業メーカーを表していますですのでまあ、細かく言うと一企業に複数持っていることはありますけれども基本的にはこの番号この番号はカオーの番号ですよとかこの番号はライオンの番号ですよというのは決まっております ジャンコードの最初の9から7桁にはその番号を打ち込みますそのうち先頭2桁というのは49もしくは45で出ていることが多いと申しましたけれども国コードを意味しますさっき言った4945っていうのは日本の国コード日本の国コードは4945になってますので大部分が4945で始まっている。 その中でも4級がほととんどだと思いますよろししいでしょうかまずメーカーを意味している GS1 事業者コードそのうちの先頭2桁が国コードを表していますつまりどこの国のどのメーカーかを表したのが先頭の9桁もしくは7桁ということですそして次の3もしくは5桁先頭9桁の場合は次は 桁桁次の3桁先頭7桁の場合は次の5桁これはアイテムコードと言いますけれども何何のの商商品品かかを表しています何の商品かこの GS1 事業者コードがメーカーコードメーカーを意味しているに対して次はアイテムコードですからそのあるそのメーカーの何の商品なのかということですね。例えば おおお茶多いお茶というお茶いいとうがありますねこれは伊藤園メーカーは伊藤園 GS1 事業者コードは伊藤園のコードが最初に刻まれています。その次に多いお茶のアイテムコードが決められておりますのでそれが入るということですね。ただし多いお茶でもさまざまなお茶の種類がありサイズもいろいろですね。 サイズもいいろろです500ミリのペットボトルもあれば2リットルものものもありますのでもちろんサイイズや種類が違えばそれぞれぞアイテムコードは変わりますなのでこのアイテムコードを見ればどのサイズのどの商品なのかというのが分かるということですね。よろしいでしょうかそして最後の1桁はチェックデジットというものです。 チェックデジットというのは何かというとまさにチェックチェックするための桁最後の桁確認のための桁というのがチェックデジットですね。このジャンコードはこの基本的には GS1 事業者コードとアイテムコードで構成されているわけですけれどもこの13桁であればチェックデジットを除く前の12桁この数字の並びがこの並びであれば ある複雑な計算式に当てはめれば、この数字になりますよ、というこの計算式が決められています。その計算式は複雑なので覚える必要はありません。先頭の12桁12桁がある計算式に当てはめると、本当は最後のチェックデジット、1の数字になるはずなのに、計算式当てはめると、 一ではなくて二とか三とかになってしまったとなると、それは先頭十二桁のどこかに打ち間違いが存在していますよっていうそのチェックのためにつけているこれはチェックデジットですね打ち間違い防止という意味合いがあるのがチェックデジットだと思ってくださいはいこれが本来例えば一番になるはずなのに これが一番以外の数字が来ればどこかで打ち間違い、入力ミスが起こっていますよという警告のための桁というふうになります。はい、G S 1事業者コード、アイテムコード、そしてチェックデジット、大きくはこの三つでジャンコードというのは構成をされています。よろしいでしょうか。はい、そしてこのジャンコード、特に G S 1事業者コードで注意いただきたい、ね。 本試験でも出ている内容というのが丸一番ジャンコード「j a n c o d の j a n コードの体系の前の文章の上下から2行目ですね赤字になっているところ製造元や発売元側の少し手前からですね見ていただくと原産国ではなく商品の製造元や販売元がどこの国の企業かを識別しています。GS1 事業者行動というのは 製造元販売元を表しておりますので原産国とかそういうものを表しているものではないここは注意してくださいよろしいでしょうか例えば日本の企業であれば g s ん事業者コードが当然持っていますそれを生産したのが中国であったり東南アジアのとか工場で作って日本に持ってきたと言ってもそれは原産国 必ずしもどこで作ったかというのはこの GS-1 事業者コードではわからないですねこれはあくまで製造元の企業を表しているに過ぎませんのでこの点は注意をしてくださいそして丸 ② 番 UPC コードというのがありますけれどもこれは JAN コードは日本に対して米国もあとはカナダもそうなんですけれども使われているのがこの UPC コードというものになります 続いて ③ 番 ITF コードこちらも JAN コードと同様同じ重要ですので ITF コードもしっかりと覚えておいてください。これは何かというと括弧で書いている通り集合放送用商品コード集合放送用商品コード別には物流識別コードといいます。JAN コードというのはアイテムそれぞれにつけられている商品を識別するコードであるのに対して ITF コードというのは物流ですので物流の段ボールにつけられているコードこれが ITF コードですね例えば小売業が商品を発注する際に我々が購入するように1本2本という単位で購入するのではなくて購入自体は仕入れ自体は1ケース2ケースという単位で注文をします。 でですので1ケースの中には12本入っているケースもあれば24本入っているケースもあったりしますそういうケースですね段ボールに入っているケースそのケース段ボールにつけられているのが ITF コードだと思ってくださいはいそしてこの ITF コードは14桁で構成されます14桁ですここも覚えましょう14桁ですジャンコードは標準は13桁ですね1桁多い14桁です そしてテキストに ITF コードの体系がバーコードが載っておりますけれどもこちらを見ていただくとまず最初の桁に PI パッケージインディケーターというのが書いています先頭一桁がパッケージインディケーターこの数字は何を表しているかというとこれはまさに入り数ですねそのケースの中に何個入っているか。 例えば12個入りのケースであればこのパッケージインジケーター例えば1番とか24個入りのケースであれば2番というような感じでこのパッケージインジケーターの数字を見ればそのケースの中に商品が何個入っているのかというのが分かるということですね。そして次はは真ん中の12桁これはまさにジャンコードと 全く同じものが来ていますつまり中身の商品は何ですよというのを表しているのが真ん中の12桁です12桁ということはこの GS1 事業者コードとアイテムコードこれを足した12桁のジャンコードが書かれているそして最後の1桁はチェックデジットですねこれはもちろんジャンコードのチェックデジットは別に ITF コード用のチェックデジットと。 いうところですね先頭の13桁13桁の並びでチェックするためですね計算のはジャンコードの計算式とは別のものが ITF コード用意されておりますですので ITF コードというのはほぼほぼジャンコードと同じなんですけれども違いというのは先頭にパッケージインジケーターそのケースに入っている入り数入っている個数が分かるための識別コード。 1> が一桁付けられているというふうに理解をしておいてくださいはい、続いて括弧3番 GS1128 ですけどもこちらはテキストの方を見ていただくと流通製造物流サービス分野における商品関連情報や企業間取引情報をコード番号で体系化しその識別コード番号と商品関連情報及び 情報をコード128 0バーコードシンボルで表現したものになります少し複雑いや説明が複雑ですけれども要はバーコードの中でジャンコードというのが基本になりますけれどもジャンコードというのは情報としてはどのメーカーのどの商品かこれしかわからないわけですね。GS1128 というのは もっと様々な情報をバーコードに入れて入れることによってもっといろんな情報を管理することができる商品管理とか物流管理とか下に書いてますね情報量を豊富にする進化版バーコードの進化版というふうに思ってください実際に製造日とか賞味期限とかあとは顧客の発注番号などもその中に入れることができますので この情報量が多いバーコードを使うことによって単に商品を識別するだけじゃなくて商品の管理物流管理業務管理に生かすことができますよというのが GS1-128 です、はい、これは実際に大手の小売業とかコンビニエンスストアで一部既に使われ始めているところでしてもしかしたら将来 ジャンコードに変わって GS1-128 になる可能性もありますけれどもまずは基本は今ジャンコードが主流になってますねそう簡単には変わらないですただまあ進化版としてこういう g s 1 1 2ーというものがあるというのは理解をしておいてくださいはいよろしいでしょうか GS1 データバー括弧読まる GS1 データバーですけれどもこちらはまあ重要度それほど高くないですのでこのあたりはテキストの方をさっと読んでおいていただければと思います あと括弧5番 GLN 以降は少しホワイトボード切り替えて説明していきますのでまずはこちらの方をご確認いただいてホワイトボードを写す方は写してくださいよろしくお願いしますでは引き続き5番バーコードについて括弧5番の GLN から見ていきましょう この GLN と次の括弧6番 GDS そして先ほど GTIN というのを見ました似たようなアルファベットの言葉なので紛らわしいですけれども複数回過去に出題されておりますのでこの違いはしっかりと覚えるようにしておきましょう GTIN は先ほど見た通り GTIN これは商品,を識別する商品の識別コードが GTIN ですね で括弧5番の GLNGLN は何かというと GS1 が定めた GS1 というのは国際機関ですね国際表示の企業事業所識別コード企業事業所識別コードのことこれが GLN です GLN 続いて括弧6番 GDSGDS は商品マスターのことですね 商品マスターをメーカーーカ卸売コリで同期化して共有するための仕組み商品マスターが GDS ということになりますが少し覚えにくいのでこういうアルファベットの用語を覚え方のまあ一つ参考にしていただければと思うんですけれどもこのアルファベットの用語っていうのは基本的に英語の略称になっていることがほとんどですね。例えば、G LN であればグローバル・ロケーション・ナンバー GDS であればグローバル・データサー・サイクロナイゼーションサイクロナイゼーションよくわからないですね同期とかそんな意味ですねあと GTIN はグローバル・トレード・アイテム・ナンバーの略になってますねこれを全てグローバル・トレード・アイテム・ナンバーと覚えるのは大変ですのでポイントとなるアルファベット が何を意味しているのかだけ覚えるのが一つのやり方です例えば GTIN であれば全部覚える必要はありませんがこの I が何を意味しているのかだけ覚える I ていうのはアイテムを意味していますのでこれだけ覚えておけば商品の識別コードだというふうに出てくると思います同じように GLN の L というのは ロロロケケケーーーシシショョョンンンののこととでですが場所とということですね場所ですねまあ少し連想して場所から連想すれば事業所企業の事業所識別コードみたいなところが出てくるんではないでしょうかあと GDS についてはデータこれは商品マスターデータベースのことですので GDS の D はデータですねデータ。 この D はデータを意味するもしくはデーータベースを意味すると思ってて覚えていただいても結構ですすねデータを意味するということを覚えていただければこのポイントとなるアルファベットの意味が分かれば大体どういう内容かっていうのは出てくるんではないかなと思いますので一、まあ、つの参考であって絶対このように覚える必要はありませんけどもこういうアルファベットの用語が苦手な方というのはポイントとなるアルファベット だけの意味を覚えることによって全体総称の意味それぞれの意味がどんなイメージなのかっていうのは覚えやすくなるんではないでしょうかはいこんな感じで覚えといてくださいあと補足ですけどもこの gds は商品マスターですので厳密に言うとバーコードではないですね専門の方はわかっているかと思いますよ。商品マスターは バーコーコドではなくてデータベースですねデーータベースになりますので厳密にはバーコードに項目に入れるべき言葉ではないんですけども、まあ、こちらは試験対策として似たような言葉ですのでこの辺はまとめてセットとして覚えておくようにしておいて頂いければと思います。よろしいでしょうかではカッコ8番も確認をしておきましょう。8番2次元シンボルというのがありますけれども。 二次元シンボルどういうものかこれは言葉で説明するよりも代表例 QR コードというのを見ていただければわかると思います QR コードってもう今いろんなところについてますね速集テキストの中にも QR コード付いてますはい、あれがまさに二次元シンボルですね二次元シンボルになりますはい、水平と垂直方向の二次元方向に情報を持つシンボルのことということで、まあ、情報量が非常に多いですのでかなり活用は進んでおりますね よろしいでしょうかでは引き続き6番 RFID IC RFID タグを見ていいいきたいと思います何かというと IC チップのことです IC チップの中に情報を蓄積し電波を使って非接触でデータを読み取る技術になりますはい IC チップ上のアンテナですねアンテナが読み取り端末から出ている電波を受信して電波を受信して データのやり取り取を行う方向で電子タグとか IC タグっていうことはもしかしたらニュースなど聞いたことある方いらっしゃるんではないでしょうか。電子タグ、IC、タググ IC というのは RFID のことになります。はい、3番に RFID のメリットというのがありますのでこちらを確認しておきましょう。まず大きな特徴は非接触だということです。 RFID の大きな特徴非接触で情報を読み取ることができる電波が出てきてそれを読み取るわけですから非接触ですそして方向性を持たない例えばジャンコードであれば横向きに見ないと取り読み取れないっていうのがありますけれども方向性は持たないため上向いてても下向いてても逆側でもそれぞれ同じような商品が別の方向を向いてても読み取れるということですねそして一括読み取りができる 一括に読み取り方ができる今買い物に行けばジャャンコードスキャナーでピピピッッッと一つつずつやってますねこれを一つずつやらなくても何かセンサーのものがあってそこをバッと通すとですね方向性も関係なく非接触ですの、ね、で何かセンサーを通しただけで全ての買い物する商品が合計金額が出てくるというようなことかこ設備さえ整えば可能になってくるということですね。はい、そして2番 マネデマンは非接触に関連する内容ですもう開封せず中の商品を認識できるこれは非接触ですので可能ですね作業効率が向上しますそして大きな情報量を入力できかつここも大きいですね情報のリードライトが可能なため多様な業務への適用が可能になりますバーコードというのは基本読み取り専用なんですけれども、まあ、RFID も読み取り専用のもの この2番にも書いてますが読み取り専用のものはあるんですけども書き込みができるものもありますはいですのでそして丸四番情報の機密性セキュリティが高いというのも重要なところですねセキュリティが高いさらに耐久性も高いということでこれだけ見ていると RFID のメリットを見ていくと非常に いいことばかりでこれはもうバーコードに変えてこの IC タグ RFID をいち早く導入したいというふうになると思うんですけどもやはり問題題点解決ししてていくべき課題も存在しております一つが問題点として挙げられるのがやはり機械ですので金属とか四角に磁,磁,磁気の高い金属とかあと水ですね。 機械にとって大敵は水その影響をどうするかというところがありますそしてやはりなんだかんだ言ってビジネスとして一番解決しなければいけない問題点は価格が高いということで,ですねもちろん量産化されていけば安くなるんですけれどもやはり最初はその量産化までいくまでにどうしても価格が高いということでその価格を その値段コストをどうしていくかっていうのがビジネス上ではある意味大きな一番の課題と言えると思いますねそして金属水の影響にも関係しますけれども壊れた時はやはり大変ですね、まあ、携帯なの皆さんスマホとか携帯今のお持ちのやつを考えてみると情報が様々なものを入れていてそれなくなると大変なことになると思いますねそれと同じようなイメージをしておいてください壊れた時あまりにもこれに頼って情報量 あるありますのでこれに頼って使っているとそれが壊れた時大変なことになるというのも問題点として挙げられるところですねはい。ただかなり効果の高い夢のある一つの機能ですのでまあ近い将来ですねバークコードに代わってこのような IC タグ RFID がですね商品識別などをするようなのに使われて主流になっていく可能性ももちろんありますので この辺はですね将来どうなっていくかというのはまあもちろんいつどうなるかはわからないですけど新しい技術が出てくるかもしれないですけども,もうこのようなバーコードに代わる次世代の技術というのはほぼ実用化されつつある状況にあってあとは実際にビジネスで生かすには価格などそういうところの問題をクリアしていかなければならないという直前のところまで来ているというところをご理解ください。よろしいでしょうか それではホワイトボードを切り替えてまた次のテーマに移っていきますこちらご確認くださいよろしくお願いしますでは続いて七番電子マネーを見ていきますけれどもこれ以降は重要度がそれほど高くないものが多く含まれてますのでポイントだけ押さえていきたいと思います まず7番の電子マネーですけどもこちらも皆さんは普段から使われているものですのでいちいち電子マネーとはから説明する必要はないと思います。電子マネーの形態としてはネットワーク型そして IC カード型があって IC カード型の中にはプリペイド方式というものとポストプリペイド方式というものがあります。ももう皆さんも普段電車にに乗る時に1回1回切符を買って 電車に乗っている方っていいいいいる方ととうのはもうほとんどいららしゃらないと思いますねそういう意味では常に IC カードというのを携帯されていると思います、はい、続いて8番「トレーサビリティ」ですけれどもこちらはトレーサビリティの意味これはしっかりと押さえておきましょうまず1行目見ていただくとトレーサビリティとは「トレース」という追跡と「アビリティ」「可能」という意味を含めたものですつまり食品の 追跡管理システムのことなんですねですので食の安全に関連してトレーサビリティという言葉はよく出ているんですが必ずしも食のの安全をを保証するものではないといいととうことをご理解くださいテキストで言えば4行目ですね8番トレーサビリティの4行目から見ていただくとトレーサビリティはあくまで食品の流通経路を 生産段階から最終消費段階まで追跡する仕組みであり直ちに食の安全が確保されるものではないということです何か食品で問題が起こったときにこの食品はどこが出荷元なのかということはこの追跡システムを使えば、使えばすぐに出荷元が分かって そこを停止するとかですね原因を究明するということができますので食の安全の手段としてトレーサビリティは非常に有効なんですけどもトレーサビリティそのものが食の安全管理システムではないということはしっかりと覚えておいてください。そしてトレーサビリティのテキスト括弧1番にこのトレーサビリティシステムに関連する法律ということで。 17個法律が出ておりますけれどもこれは全て覚えるのは大変と思いますので逆にこの関連する法律には含まれないもの入りそうだけども含まれたいものとして食品リサイクル法これはトレーサビリティに関連する法律として含まれませんのでこの17個を覚えるよりも食品リサイクル法は含まない。 こういう形で覚えておいていただければと思いますはい、では続いて9番の EC に行きましょうまあ、EC も電子商取引これは普段も皆さん使いお使いと思いますで、いちいちそれを説明する必要もないと思いますけどもまあ、e マーケットプレイス電子商店街というのは3番4番に書いてますけどもこちらも境目は今もうかなり ファジになってきてますけども一応 e マーケットプレイスというのは企業間取引電子商店街楽天などというのは企業消費者間取引のことであるよということは再認識しておいてくださいまあ、実際のところ境目はかなりなくなってきてるのが現状ですね続いて括弧5番共同購入クーポンサイトであったり括弧6番ドロップシッピング 7番「フルフィルメント」という言葉が出てますけどもこれは過去に本試験で出たことはあるんですけども今後出るかというところも不明なところありますのでこれは余力があれば押さえておいていただければと思います。あと10番の「オープンデータ」ですけどもこちらも内容的には店舗販売課にそれほど直接関連する内容ではないものが過去に出題されたことはあります。 今後主催されるかどうかというのはちょっと疑問のところもありますのでこちらも余力があれば読んどいていただければ十分かと思いますはいではここまでででよろしいでしいょうかでは第4章の内容全て見てきましたのでまた最後に必須テーマ丸チェックをやっていいいきたいと思いますここで一旦動画を止めていただいて必須テーマ○×チェック一通り解いた後にもう一度動画を再生してください。 ではまずこちらホワイトボード映される方はホワイトボード映していただいて必須テーマル×チェックに取り組んでみてくださいよろしくお願いしますでは第4章の必須テーマル×チェックにいきましょうもう問題は見ていただきましたね では問 1XML からいきましょう問1を用いた EDI は自社システムと連携できないことから取引先の入浴代行に過ぎないという指摘がなされているということですけれどもこれは違いますね。これは WebEDI の内容でこういう問題があったからこそ XMLEDI というのは作られたということになります。はい、続いて問2番 これは個人情報の内容として正しい内容ですね。これは丸になります。続いて問3こちらも読んでいただければ丸ということはわかると思います。ソースマーキングインスタマーキングこの内容がまだちょっと理解が進んでないということはテキスト戻っていただいて確認をしてください。では続いて問 4ABC 分析とは 顧客を購買金額で十等分し。それぞれのグループの特徴など、分析する方法であるとありますけども。こちら十等分しというところで。A. B. C. 分析とは違うということで、バツになります。A. B. C. 分析は、A. グループ、B. グループ、C. グループに分けていくような分析手法ですね。ちなみに、この十等分するという分析手法は。 テキストにはこちらには書いてないですけども気象計理論の方ではデシル分析という分析これが載っておりましたこの10等分するというのはデシル分析の内容になります、はい、では続いて問いの5ですこれは Pi 値に関する計算問題ですね Pi 値の計算式を知っていればこれは計算していただくと50ではなくて20になりますね20になるので×です はい、続いて問いの6集合放送用商品コードは企業間の取引単位である集合放送に対して設定されているためチェックデジットを持たないコード体系とありますけれどもこちらは ITF コードのことですね ITF コードにおいても最後はチェックデジットになっておりましたので問い六も×ということになります。続いて問いの 7GT には「 ジャンコード UPC コードの2種類のみ存在するとありますけれどもこれは今問いの6で見た GTIN14 って書いているこの集合放送用商品コード ITF コードこれも GTIN ですので2種類のみ存在するというのはおかしいですね。問いの7もといのもととうことになります続いて問いの8いきましょう。 実際の製造が海外で行われる商品であっても日本の企業のブランドで販売される場合は日本の国コードが用いられるこれは講義でも申し上げましたね「丸ということになりますどこで製造されたかというのはジャンコードでは関係はありませんねはい日本のコードが用いられるということで問い8は丸です続いて問いの9 バーコード二次元コード電子タグ IC タグの中で情報記憶容量はバーコードが最も大きいとありますけれどもこちらはいかがでしょうかこれはになりますね直接的には講義にも話はしてないですけれども当然この中で情報量が多いのは電子タグかっこ IC タググ IC になりますバーコードが一番情報量としては少ないものになりますね。はい では続いて問いの十0いきましょう FSP データから顧客セグメントを識別する分析手法として代表的なものはこの RFM 分析ですねそれ以外にもフラット分析というのもありました問いの十は正しい内容です続いて問いの 11PI 値ですけれどもこれは正しい内容になってますね計算式知っていればこれは正解だというふうにわかると思います はい、なおレジ通貨客数分母の方のレジ通貨客数というのはイコールレシート枚数になりますので表現としてはこちら問11に書いているレシート枚数またはレジ通貨客数で乗た割ったものということになりますね。よろしいでしょうか、はい。間違えたところはまたこちらテキストの方ページ数書いてますので確認をしといてください。では続いて 第二部のテーマ別一時過去問題集も、一緒に二問見ていきましょう。今回ピックアップしたのは、平成二十七年第四十一問、平成二十七年度第四十一問。そして、平成二十年度第三十七問ということになりますので、こちらの二問。また、動画を止めて解いていただいて、また動画の方を再生してください。よろしいでしょうか？では、こちらの二問、解いて、動画を止めて。 こちらにも解いていただいてからもう一度動画の方を再生してくださいよろしくお願いしますでは問題の方は解いていただけましたでしょうかでは最初平成27年第41問これを見ていきましょう該当するページのところを開いてください平成27年第41問です はい、これは ABC 分析に関する記述として最もも適切なものはどれかという問題ですねまず選択肢のあ2つの数値属性を持つ特徴量の間の関係性を数値で表現する分析方法であるということで表現自体が少し難しいですけれどもこれは相関係数もしくは相関分析といいますね。これれは相関があれば1 プラス1もしくはマイナス1に近づくそして数値化するというところです相関がなければゼロに近づくというような数値になりますねちなみにプラス1に近づけばそれは正の相関ということで片方がプラスになれば片方もプラスになっていくというような内容マイナス1に近づければ逆相関逆相関と言いますけれども片方が上がれば 片方方は下ががるるとといいいうう関関係これ相関があるという言い方をします例えば気温が上がれば気温が上がれば売り上げが上がるアイスクリームのようにですね気温が上がればアイスクリームの売り上げも上がるというのは相関係数でいうとプラスににかななりり近い状態になります逆に冬場売れるようなもの例えばカイロとかですね気温が上がれば気温が上がれば カイロの売上っていうのは基本的に冬の商品ですので、下がる気温が上がればカイロの売り上げは下がるということで、これは逆相関の関係数値でいうと -1。相関係数は -1 に近づくというようなことが言えます。はい、この内容を講義の方で申し上げてますので、不明なところがあればもう一度テキストの方を戻って確認をしておいてください。そして選択肢の。E 顧客を購買金額で10等分しそれぞれのグループの特徴などを分析する方法であるということでまこれは先ほどマルはチェックにも出てきましたねこれはデシル分析の内容になりますただ先ほども言いましたけどもデシル分析知らなかったとしても10等分するというのは ABC 分析ではありませんのでこれは不適切ということになりますそして選択肢の U 商品 X と商品 Y を購買する顧客というのは商品 Z も購買するというような関連性を発見する分析方法こういうものはバスケット分析と言いますねバスケット分析の内容ですそして選択肢の A 商品の売上を後順に相当しま相当というのは並ぶって感じですね後順に並び替えてその累積比率を利用してグループ分けする分析方法ということで これが abc 分析の内容になっておりますね累積比率を利用して a グループ b グループ c グループに分けていくというのが abc 分析です答えは a ということになりますよろしいでしょうかでは二つ目平成20年第37問こちらも続いていきましょう平成20年第37問の該当のところを開いてください問題の 平成二十年度第三十七問の箇所です。商品識別用コードに関する記述、このような不適切なものを選びなさいという問題ですね。よろしいでしょうか。では選択肢のア、GDS とは商品を識別するために国際的に統一された十四桁の共通商品コードであると書いてますけども。 GDS というのはこれは商品マスターのことでしたね書いている内容というのは GT14 の内容になってますので、まあ、最も不適切なものということではまはあ、A が不適切で A が正解ということになりますあとの選択肢も見ていくと EGLN とは13桁の国際標準規格の企業事業所コードのことということでこれは正しいですね続いて GTIN とは単品コードや放送集合コードなどを保するあらゆるニス型の商品を識別するためのコードであるということでまあ少し表現にあらゆるニス型の商品をと言われると例外もあるんではないかとちょっと不安になると思いますが「う」は正しい内容ですね「う」は GTIN として正しい内容になっておりましたそして選択肢の、A「え」「ITF」とは「 物流梱包などの外装などに表示されるバーコードのことということで、まあ、これは当然正しい内容になっていますそして選択肢の「を、ジャン」とは消費者購入単位の商品であれば集合放送の形状であっても集合放送の形状であったとしても不満される共通商品コードであるということで、まあ、少しこれ迷われた方もいらっしゃるかもしれませんが。 基本的に消費者購入単位の商品であればジャンコードが不安されますま例えば分かりやすいのはビールとかは六感パックというような形でセットで販売されていること多いですねただその六感パックとかであればそこにジャンコードが不安されていますあとは飲料などでももうケース特にミネラルウォーターとかですね 六本入りとかいうような形で段ボールで売られているケースも多いと思いますそういうものも ITF コードではなくてこのジャンコードが付番されておりますので選択肢の O は正しい内容になっておりますですので最初申し上げた選択肢の A が不適切 DDS は商品マスターの内容ですことですねですので A が間違い A が正解ということになりますはいよろしいでしょうか では、以上で、第四章の内容、および店舗販売管理の内容、すべて見てきました。第五章以降は、生産管理の内容になります。このまま動画を、第五章見続けていただいても、もちろんいいんですけども。せっかく第一章から第四章まで、店舗販売管理の内容、長時間かけてご覧いただきましたので、ここで、一旦、立ち止まって。 もう一度店舗販売管理の内容最初の方はかなり忘れている部分もあると思いますしもしこのまま生産管理に移っていくとせっかく長い時間見た店舗販売管理の動画ですねこちらの勉強時間が少し無駄になることもありますので一旦ここで店舗販売管理の方を復習してもちろん全て100%覚える必要はありません。 講義なので特に重要ですよと言ったところを中心にしっかりと復習をしていただいて、その後に生産管理に移っていただければと思います。よろしいでしょうか。それでは第4章及び店舗販売管理の内容以上となります。こちらホワイトボードの方まずご確認ください。よろしくお願いします。